佐賀江光都市は戦国時代から江戸時代の武将。佐賀江高本に仕えていたが、主家滅亡後、最上義光に仕えた。佐賀江氏の一族で佐賀江高本に仕えた。佐賀江氏が天正十二年、最上義光の攻撃により滅ぶと最上下に仕えた。天正十七年、徳川家康が義光に上洛を促すと、高三馬を送り取りなしを願う使者となった。 天正十八年義光は5月に亡くなった父、吉森の葬儀のため小田原征伐に出産するが、前年からの交渉の会もあり、所領を安堵された。同年最上下は、欧州市沖軍の戦方となり、三都市も出羽県地に伴う戦木一騎の平定に、功があった。慶長5年慶長出羽合戦では、柳沢立を守るが、義光の命により、上杉軍の到着前に撤退した。 また、百合十二島の平定に功績があったという。西村山軍師によれば、天正十二年六月、佐賀江劇三年をして、佐賀江城を守らしむ、との記載があるが、記述の根拠は示されていない。佐賀江城は、佐賀江市滅亡後、もがみ光の直轄領であったが、文読年間、もがみ康の所領となり、慶長では合戦を経て慶長七年頃からもがみ、 家地下の所領となった。慶長14年頃家地下が山形城に移ると、もがみ満文元町にあるように、佐賀江肥前守る広都市が2万7千国で漁したが、慶長19年、もがみ満が没すると佐賀江肥前が巡視したため、再び、もがみ市暗い立地になったという。文元町作成時に、三都市がすでに没していたか、上代として、 佐賀江城を治めた可能性が高い。ふるさと佐賀江の歴史によれば、山形城絵図の西南山の丸いなり口に、佐賀井新次郎の大きな屋敷地があり、家臣団の中では、最も広く、佐賀井肥前、佐賀井新次郎、佐賀江劇三都市が同一人物であるという説を記載している。ふるさと佐賀江の歴史 P91、第2本資料第12編47冊304ページ。 ありがとうございます。